早草ぶさ王子の反乱は、田辺聖子作の小説。作者の記した後書きによると、この作品の原型は、単行本発表より20年以上前まで遡る。1961年6月、同人雑誌の音に、短編小説、早草ぶさ王子の反乱を発表。その後、それをもとにした、メドリの姫を、学習研究者の、おそらく、 高三コースに発表しているとのこと。だがこれについては、田辺聖子前週4巻の解題を執筆した、国文学者の呉波長も確認できなかったとしている。1971年3月に、雑誌、小説サンデー毎日に、風渡る高殿を発表。それらを一本にまとめたいと思うようになり、1975年7月から1976年9月にかけて、 雑誌、歴史と人物に、長編小説、はやぶさ明王子の反乱を連載。全15回で、総画は、風間館。1977年に、中央公論者から単行本が刊行された。数多くの登場人物による独白形式で書かれた小説。1978年、宝塚歌劇団によって上演された。1979年、 西谷翔子作画で集英社漫画文庫から発売された。ありがとうございます。